こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおしゃれが苦手な大人の男性は結局どこのお店で買い物をすればいいのか、こういったテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルを見ていただいている方、これからおしゃれになりたいだとか、ちょっとですね、ファッションに興味が出てきたけども、どんなものを買えばいいかわからない、どんなコーディネートをすればいいのかわからない、そういった方が多いかなと思うんですね。そうなると、お店選びもですね、結構困ってる方少なくないかなと思うんですね。おしゃれを楽しむためには様々な要素が大切になってくるんですが、その中でもお店選びというのはものすごく重要度が高いんですね。ただあまりにもですね、今はお店だとかブランドがたくさんありすぎて、結構ですね、多くの男性が悩まれてるかなと思うので、それぞれの特徴を今回はしっかりとお伝えしながら、どんなお店を僕たち大人世代は選べばいいのか、このあたりについて皆さんにですね、徹底的に解説をしていきたいなというふうに思っています。ですので、今回の動画を最後まで見ていただければ、自分にはどういったお店が向いてるのかというのが結構わかりやすいかなと思うので、ぜひお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的なお店を皆さんにご紹介したいなと思っているんですが、その前にですね、ちょっと皆さんにお伝えしておきたいことがありまして、今回いろんなお店をお伝えしますが、その中で完璧なお店ってやっぱりないんですね。それぞれ特徴があって、ここは強いけどここはもう一歩というような形で、強みと弱み両方あるんですね。ですので、このお店に行けば完璧に着こなしが揃うというのはなかなか難しいです。大事なことはですね、それぞれの強みを理解しながら、どこかとどこかを掛け合わせるというような組み合わせだと思ってるんですね。そうすることで、両者の強みをですね、活かしながら、バランスのいい着こなしができるかなと思うので、皆さんはですね、これからいろんなお店出てくるかなと思うんですが、組み合わせが大事。一つだけではなくて、それぞれの強みを活かすことが大事というところを、まずは念頭に置いていただきたいなと思っています。その上でですね、お得意のホワイトボードを使っていきたいなと思ってるんですが、ちょっとこう全体像をですね、理解しながら見ていくと分かりやすいかなと思ったので、今回はですね、ピラミッド型の図形をですね、書いてみました。結構ゴリッとした形でまとめているので、細かい部分はですね、突っ込みどころはあるかなとは思うんですが、ちょっとそのあたりはご了承いただきながら見ていきたいなと思ってるんですが、このピラミッドというのは価格帯をですね、元に僕が考えてみたものなんですね。で、僕の動画の中でよく出てくるようなジャンルをですね、このピラミッドに配置をさせてみました。下から見てみるとですね、価格帯が安いものですね。GU だとか、島村だとか、このあたりはですね、価格帯が抑えめですね。これ島村はひらがなですね。すいません。カタカナにしてしまいましたが、正確にはひらがなですね。このあたりがですね、価格帯がかなり抑えめのお店になっています。そしてその上に位置するのが、僕の動画の中でよく出てくるユニクロというお店ですね。ユニクロの特徴としては、すごくわかりやすくて、ベーシック、定番、このあたりのお洋服が、結構ですね、しっかりと揃っているのがユニクロという存在なんですね。ですので、僕のチャンネルとも一番相性がいいのはユニクロだとは思ってるんですね。というのも、価格帯も抑えめで、なおかつ全国展開しているという点では、ユニクロがですね、やはり最強のお店であることは間違いがないかなと思ってるんですね。ですので、ここをですね、軸足にすることが大事かなとは思っているんですが、ただユニクロにも難点が弱点がありまして、ベーシックは強いんだけども、トレンド服というところで言うと、ややですね、物足りなさを感じることもあるかなと思うんですね。ただ、そのあたりに関しては、ユニクロとデザイナーとのコラボレーションラインである、具体的なところで言うと、ユニクロ U だとか、そういったものでトレンド感のあるものをですね、最近は出しているので、ベーシックからトレンドまでしっかりと揃えているのがユニクロなので、本当に最強に近いかなと思うんですね。ただ、やはりですね、ユニクロって着てる方も多いですし、人との差別化というところを考えると、やっぱりちょっと物足りなさを感じる方も少なくないかなと思うんですね。ユニクロが適している方というのは、おしゃれ初級者の方ですね。最初のうちっていろんなものを買い揃えなくちゃいけないので、一点ずつの単価を上げてしまうと、いくら予算があっても足りないので、まずはベースとなるアイテムをユニクロで買い揃える。これは使い方としてはすごくいいかなと思うんですね。具体的なアイテムに関してはまた別の動画で解説をしていますが、例えばどんなものが該当するのかというと、ボトムスで言ったらスマートアンクルパンツだとか、
あとはデニム系なんかもいいかなと思いますし、トップスだったら無地の T シャツですね。ユニクロ U のエアリズムだとか、あとはシャツ系もすごくバランスがいいものが揃っているので、まあ、そういったアイテムに関してはユニクロでベースを揃えるというのがすごくいいかなと思うんですね。ただちょっとおしゃれ中級者以降になってくると、ユニクロの定番的なアイテムだとちょっと物足りなさを感じるかなと思うんですね。まあ、そんな時にはユニクロ U だとか、あとは様々なコラボレーションラインを着てもらうのがいいかなと思うんですね。まあ、僕自身は結構服が好きでいろんなものを買うんですが、やっぱりこうユニクロの定番的なものって意外とそんなに買うことはなくて、それよりも気軽に使いやすくてデザイン性にちょっと面白みのあるユニクロ U とかプラス J を買うことが多いんですね。まあ、そういったトライアンドエラーに使うのはすごくいいかなと思うんですが、まあ、ユニクロというのがこの価格帯で言うと一番お求めやすいというラインではないんですが、比較的低価格でベーシックな服が揃うので、すごく使い勝手がいいかなと思うんですね。そしてその上にあるのがグローバルワークというお店で、これまた僕のチャンネルの中では時々出てくるかなと思うんですが、ユニクロと比べると少しだけ価格帯は上がります。だいたい 1.2 倍から 1.5 倍ぐらいの感じですかね。で、デザイン的にはですね、ユニクロと同じようにベーシックなものもありますが、ユニクロよりもややトレンド感が強いものも増えてくるかなという印象です。まあ、グローバルワークにはデザイナーコラボみたいなものはないんですが、ユニクロのいわゆる定番アイテムをもうちょっとトレンド感を強めた形なので、比較的使いやすいのがグローバルワークかなと思ってるんですね。ですので、ユニクロに慣れてきて、もう少しなんか人との違いを出したいなとか、あとはトレンド感を強めたいなという時には、グローバルワークが次のステップとしてはすごく使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、デザイン的にはそんなに癖がないので、多くの男性に使いやすいのがグローバルワークかなというふうに思っています。そしてそのグローバルワークの上になってくると、このラインに来るのがですね、いわゆるセレクトショップのオリジナルの価格帯ですね。ただセレクトショップの中にも様々な価格帯がありまして、中でもですね、グリーンレーベルだとかナノユニバースだとかアーバンリサーチ、このあたりがセレクトショップのオリジナルの中でも比較的買いやすいのかなというふうに思っています。ただその中でも各社でちょっとデザインの特徴があって、それぞれここからはですね、人によってどれが適正なのかは変わってくるんじゃないかなと思っています。例えば僕の動画の中でよく出てくるグリーンレーベルに関しては、デザイン的にはやはりオーソドックスで、いろんな方が見ても好印象な使い勝手の衣服が並んでいるのがグリーンレーベルの特徴かなと思っています。その点はユニクロだとかグローバルワークだとかライン的にはそんなに変わらないかなと思います。多くの男性に使いやすいようなもので、よりトレンド感というものがユニクロ、グローバルワーク、グリーンレーベルということで一段ずつ上がっているかなと思うんですね。ただかといってすごくデザイン的にぶっ飛んだものはないので、すごく使いやすいというところで、僕の動画の中でもすごく相性がいいのがグリーンレーベルかなと思っています。そしてナノユニバースというのは、まあ、ベーシックな服もあったりしますし、トレンド感の強いものもありますが、割とサイズ感としてはタイトなものもですね、未だにしっかりと作っていたりだとか、ベーシックなんだけども、ちょっとこう男の色気というか、シャープさみたいなところもうまく使っているのがナノユニバースかなと思っています。その点はグリーンレーベルと比べても結構特徴があるかなと思うんですね。親しみやすさのグリーンレーベルと、ちょっとこうかっこよさだとか、色っぽさが混じってくるナノユニバースというような立ち位置かなと思います。そしてアーバンリサーチもですね、結構価格帯的には買いやすいですし、最近はですね、ショッピングモールなんかにも入っているので、これまた身近なお店になっているかなと思うんですが、この後にもベーシックとトレンド感をうまく交えた形になっているんですが、割とですね、この3つの中ではさらにトレンド感が強いかなという印象ではあります。最近は僕もアーバンリサーチで買い物することちょこちょこと増えてきていまして、大人の男性とも相性がいいので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、この3つの中ではよりトレンド感が強いかなというような位置づけになっています。ですので、ユニクロだとかグローバルワークに飽きた方は、1段階上げてトレンド感を楽しんだりだとか、より目的に応じたファッションを楽しむためには、この価格帯がすごくいいんじゃないかなと思っています。そしてここから上に関しては結構価格帯がどんどん上がってくるので、だいぶ使える方は限られてくるかなと思うんですが、ユナイテッドアローズだとか、トゥモローランドだとか、あとはエストネーションだとか、バーニーズニューヨークだとか、セレクトショップの中でも中価格から高価格帯のものっていうのが、これぐらいの立ち位置になってくるかなと思っています。このあたりになってくると何が具体的に変わるかというとですね、少し素材感が良くなるかなと思ってるんですね。例えばグリーンレーベルとユナイテッドアローズって同じグループなんですが、ここの違いというのは、やはりですね、デザイン的にはちょっとトレンド感が漂うようなアイテムで、そこまでぶっ飛んだものは多くないんですが、ユナイテッドアローズになることで素材の質感とかがまたより上品になったりするので、
大人の男性がベーシックなんだけども品の良さを出したいなという場合は、ユナイテッドアローズなんかはすごくいいかなと思いますし、トゥモローランドなんかもですね、ちょっとこうデザイン性がより高まるんですが、ニットの素材感とかもすごくいいですし、まあ本当に上品に使っていただくにはすごく使いやすいようなお店が多いかなと思っています。まあ素材感アップという形で書いていますが、このあたりまでだったらおしゃれが苦手な方であっても比較的使いやすいかなと思うんですが、その上になってくると、だんだんですね、デザイン的にも少しこう上級者向けになってくるんですね。例えばドメブラって書いてあるのはドメスティックブランド、国内の人気ブランドなんかがこのあたりに入ってくるかなと思うんですが、例えばコモイだとかオーラリーだとか、こういった日本の中でも人気ブランドみたいなものが入ってきまして、価格帯はですねセレクトショップのオリジナルに比べるとやっぱりちょっと上がってくるわけなんですが、人との違いというのをですね楽しみたいだとか、ファッションよりですね自分の個性を活かしながら楽しみたいという方は、やっぱりこのドメスティックブランドというあたりがすごく楽しいかなと思うんですね。まあ僕自身もこのあたりで買い物をすることが多かったりするので、まあ多くの男性にもお勧めしたいところではあるんですが、やはり一般的ではないと思うんですね。おしゃれ初級者の方がいきなりトライをするようなところではないかなと思うので、中級者以降の方にお勧めかなと思います。そして頂点に来るのがハイブランドと呼ばれるところで、ここはですねもう本当に価格帯がぶっ飛んでいて、なかなかですね買えるようなところではないと思いますし、あとはデザイン性においてもなかなか理解するのが難しいぐらい尖ったものが多かったりするんですね。ですのでかなり上級者向けだったりするので、僕がですねおしゃれ初級者の方がどこで買い物をすればいいのかという時に皆さんによくお伝えしているのが、このグリーンの点線で囲んである部分なんですね。ユニクロ、グローバルワーク、あとはセレクトショップの低価格帯、このあたりが最初のステップとしてはすごく使い勝手がいいかなと思っています。で、どのように使い分ければいいのか、どのように掛け算をすればいいのかというと、まあ、どんな方にも使い勝手はいいのはまずユニクロだと思うんですね。ユニクロでベーシックなアイテムを揃えましょうと。ボトムスだとかニットだとか T シャツに関してはユニクロですごく使い勝手がいいものが手に入るので、そういったものでまとめて、あとは掛け算ですね、アウター類とか、あとは小物ですね、靴だとかバッグだとか、そういった目立つ部分というのは僕はユニクロでもいいんですが、ちょっとですね価格帯を上げるのもいいかなと思ってるんですね。そういった時に例えばグローバルワークのコートを入れてみたりだとか、あとはもうちょっと価格帯を上げてグリーンレーベル、ナノユニバース、アーバンリサーチ、このあたりのジャケットだとかコートだとかバッグ、靴とかをうまくミックスしてあげると、すごくですねおしゃれ初級者の方でもファッションが楽しみやすいのかなというふうに思っています。で、特徴で言うとですね、よりベーシックでそこまでおしゃれ感を強く出したくないなという方はグリーンレーベルなんかがセレクトショップの中ではいいかなと思いますし、あとはちょっとこう男らしさだとか、色気があったりだとかかっこいい感じが好きっていうのであれば、ナノユニバースの服がいいかなと思いますし、よりこうトレンド感を楽しみたいとか、ゆったりめのサイズなんかにもトライをしてみたいという方はアーバンリサーチをミックスしてあげればいいかなと思いますし、このあたりはですね人それぞれどこのセレクトショップがしっくりくるかは結構分かれるかなと思うので、まずはホームページを見てみたいだとか、スタッフの方のスナップを見てみたいだとか、もしくは実際にお店に行ってみて雰囲気だとかそういったものが相性がいいかどうかをですね見極めてもらうのもいいかなと思いますし、もうちょっと価格帯を上げてもいいなとか素材感を上げてもいいなという方はユナイテッドアローズだとか、そのあたりが使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、デザイン的にはユナイテッドアローズもすごくベーシックで使いやすいので、このあたりまではですねトライしやすいかなと思うので、皆さんも一つの参考にしながらお買い物をしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではおしゃれが苦手な大人の男性は結局どこで買い物をすればいいのかということで、具体的にですね表をお見せしながら皆さんに解説をさせていただきました。まあ、冒頭にもお伝えした通り、完璧なお店っていうのはないんですね。どこにも特徴があって、例えばユニクロだったら強みとしては価格帯が抑えめで、なおかつベーシックで質のいいお服がしっかりと揃っているというところが一つの強みとしてあるんですが、その一方でトレンド感というところに一つの課題があって、そのあたりはセレクトショップのオリジナルだとか、あとはグローバルワークをうまく交えてあげるのもいいと思いますし、あとユニクロだと小物系まであるんですが、そこら辺までユニクロで揃えるとちょっとですね全身の中でメリハリが効きづらいかなと思うんですね。そのあたりに関してはセレクトショップに行けば、靴だったらスニーカーでいろんなブランドもありますし、セレクトショップのオリジナルのバッグだとかそういったものも結構質のいいものも多かったですので、そういったものを交えてあげた方がバランスがいいかなと思うので、一つのお店だけで完結するのではなくて、まあ、少なくとも2つから3つのお店をうまくミックスさせながら、それぞれの長所をですね掛け合わせてあげるとすごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。
ぜひですね、今回の動画を見ていただいた方で、ご自身はどこのブランドを使ってるよっていうのがですね、あったら書き込んでいただきたいなと思ってます。皆さんが普段どういったお店を楽しんでいるのか、僕自身も勉強したいなと思ってますので、ぜひご協力いただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本的な内容をどんどんお伝えしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。